また宇宙船見ましたら皆さん手を振っていただいて、エールの交換よろしくお願いをいたします。深く見ていただきますと、桜の花がちらほらとね、白い小さな花、左側ですよ、先頭際ちょっとね、注意深く見てもらいますとご覧いただけると思います。桜の花がちらほらと、また左側、川の中ほどひときわ大きな岩が一つ、保津川で一番大きな一枚岩、孫六岩、名前がね、ついております。停車時間大変短くなってございますので、ご注意くださいませ。ホームでは、しがらき焼きのたぬきがお出迎えしております。自由走っております。また駅前の釣り橋、テレビ、映画の撮影、特にサスペンスドラマの撮影なんかにね、よく使われます。ちょっと有名な橋となってます。お出口は左側です。すぐの発車です。ご注意くださいませ。保津峡です。出口左側で扉開きます。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、降りられるお客様なければすぐの発車です。ドア閉まります。それから駅前の釣り橋を渡っていただきまして、左の方に行きますと、柚子の里と言われております。水越ハイキングコース、また旗越のキャンコース、逆に右の方に参りますと清滝ハイキングコースです。次はトロッコ嵐山、嵐山に止まります。トロッコ嵐山終点、トロッコ長野城です。電車で入ります。
はい、運転手さんの特別サービスです。